どうも皆さん、仏壇職人藤岡泉です。まあ藤岡泉って言ったら初代の先祖の名前なんですけど、私の先祖藤岡泉は、歴史上人物ですね、職人さんですね。滋賀県長浜曳山祭を13基作ったと話題になっております。そしてね、自慢じゃないんですけど、私も裸参りになってね、こうやってね30年間、曳山も曳山の裏方をやっておりました。で、これで一番山を引いたやつですね。その頃はね、90年ぶりに12基が集まるってことでね、一番を取るってことはね、最高な勲章だと思いました。さ、これを見てください。うちのおじいちゃんたちが作った長浜曳山祭ですね。12期あります。その模様をどうぞ。祭りのくじ取り式は、祭りで子供歌舞伎を奉納する順番を決める儀式として毎年行われています。今日午後、今年子供歌舞伎を奉納する4つの出番山の若衆らが長浜八幡宮に集まり、代表4人が神前に並びました。そして若衆らのよいさよいさの元気な掛け声の中、事前のくじで決まった順番に一人ずつくじを引き、結果今年の子供歌舞伎の奉納順はご覧のように決定しました。長浜曳山祭りは明日各町内で行われる呼び物の子供歌舞伎の上演を皮切りに、あさっての長浜八幡宮での奉納でクライマックスを迎えます。なお今年の曳山祭りは長浜八幡宮の社格が昇格することを祝っておよそ90年ぶりに、今年の出番山4基に加えて子供歌舞伎を奉納しない8基を加えた12基すべての曳山が勢ぞろいします。気になるのがお天気ですね。天気予報です。そして12年前雑誌の取材で藤波辰巳さんが来てくれました。そして私もどうぞ。じゃあ撮ってる状態で写真も撮ります。撮れましたよ。はい、これ写真ここね、去年の夏頃に千鳥っていう漫才師が吉本興業のね、青年で放送されたりとか、あとこうやって記事にしてもらったりとか、あ、これね、はい、あ、チラシがありますね。藤波辰巳さんのサインいただきました。これはうちのおじいちゃんが作ったと言われる神輿の図面です。この神輿の図面は今は曳山博物館に展示しております。いや、これはちょっと映んないですね。それからこれ藤岡泉の作った曳山と男はつらいよ寅さんの映画がコラボしたっていうやつですね。山田洋次監督ですね。これ44作です。ロケ地は平成6年12月23日と書いてありますね。結構古いやつです、うんうん、私は23歳ぐらいでしたね。これとてもいい祭りの内容を凝縮した映画ですね。さて、藤岡泉の、仏壇展は、400年の歴史を終えることになりました。お店も解体しました。その模様どうぞ。ここが実家の400年以上経っている私の藤岡家の家です。
はい、吉本興業の売れる前の漫才師の千鳥さんも来てくれました。今はこんなガラクタ置き場になっちゃいました。まあ解体するんでこんなもんですがね。よくここで昔はローラースケートしてた、懐かしい。はい、ここが台所です。いやー、上の昔があってね、面影があって懐かしい感じです。ここでよくドリフターズ見てたな。ここでね、柱が新しく付け替えられておりますけど、もう崩れそうな感じなので本当に危ないです。で、がっしりと補強しております。はい、ご覧の通り解体作業が終わりました。ほら、綺麗な駐車場でしょ。今は蔵と隠居があります。おやおや、なんか石があるぞ。これは引き山を作ったことでいろいろ書かれている石ですね。これは先祖の勲章でもあります。そしてここは長浜引き山博物館です。うちの先祖が作った書類とか設計図も大事に保管されております。皆さんよかったら立ち寄ってください。これが子供歌舞伎です。引山博物館には引山が飾られております。先祖が作った引山は世界が認めたということで、今はユネスコ文系文化遺産に登録されました。これからも長浜引山をどうぞよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。